解説実況オーパスマグナム、錬金術の機械を作って分子を組み立てるパズルゲーム。この解説実況では長ったらしい説明は避けて、解き方を一つあたり30秒程度で説明します。第1問、安定化した水。チュートリアルの最後の問題から解説を始めます。帝国大学で卒業を控えるアンテウス・バヤはヘンリーから変性器官の使い方を教わっていました。習得を確認するため、安定化した水を生成する機械を作りましょう。これは2つの水原子のうち1つを石灰化してくっつけるというシンプルな問題ですが、シンプルに見えて最適化の余地が結構あるので複数の解法を紹介します。なお、このゲームに登場する象形文字という言葉は簡略のためグリフと読み替えます。解法1、普通の解き方。水の試薬が2つ、片方はそのまま結合グリフに乗せて、もう片方は石灰化してから結合グリフに乗せます。できたものを生成物置き場に置けば OK です。簡単ですね。生成物置き場に分子を置くことを今後は納品と呼びます。解法2、早い解き方。早い解き方とは、生成物を作るのに必要な時間、つまりはサイクル数が少ない解法を指します。先ほどの解法で速さの障壁になっているのはアームが戻る時間です。動いたアームが元の位置に戻る間が待ち時間となってしまいます。であれば観覧車型のアームを使えば良いですね。どれだけ回転させても戻す必要がないというのがこのアームの特徴です。結合グリフから生成物置き場までの移動にベッドアームを置けば仕事が分担されてさらに速くなります。移動するついでに石灰化すれば効率的ですね。解放3、さらに速い解き方。トラックを輪っかにつなげて、その上にアームをたくさん置いて循環させる方法もあります。アームがトラック上を滑るだけで生成物が組み上がるようにすればとても速くなります。ただプログラムが面倒なので、個人的にはこの解き方はあんまりやりたくないかなとは思います。解放4、低コストかつ低エリアな解き方。機械の利用面積を小さくするにあたって、最小何マスでできそうかを考えます。必要なのは結合グリフ、石灰化グリフ、それから試薬一つに生成物置き場、それからアーム一つ。これが必ず必要なものなので、合わせて最小面積は7マス以上だとわかります。試薬は2つありますが、1つだけ使うのでも大丈夫でしょう。では7マスでできるかどうか考えてみます。アームを配置して1マス使います。残り6マスをアームの周りに配置すれば最小構成になります。これで試したら7マスでできるというのがわかります。なので多分これが一番小さい構成だと思います。最小構成なのでコストも最小になります。第2問、生成された黄金。ファンタッセン家の筆頭錬金術師に任命されたアンテウス、初仕事は鉛を金に変えることでした。チュートリアルを終えていきなり鉛を金にしろって、そんな無茶なと思いきや、この世界ではグリフに水銀を5回投入するだけで鉛が金になります。簡単ですね。解放1、低コストかつ低エリアな解き方。最小構成はアームに投影グリフ、試薬2つ、それから生成物置き場で合わせて6マスになります。鉛を投影グリフに置き、水銀を投入することを5回繰り返し納品します。簡単ですね。解放2、早い解き方。水銀を投入する部分をアーム2つで分担させれば早いです。観覧車型アームでもそこそこ早いんですが、掴む動作と離す動作を同時に行えないという欠点が観覧車型アームにはあります。ここでは掴むと離すを別々に行えるようにアームを2つにした方が早いです。鉛を運ぶアームも2つに分けて、グリフへの投入とグリフからの取り出しで役割分担することで高速化します。これであっという間に鉛が金になりました。第3問、フェイスパウダー。ヴァンタッセン夫人の顔色の悪さを隠すため、フェイスパウダーの製作を依頼されたアンテウス。フェイスパウダーの分子の形はチュートリアルでやった安定化した水と全く同じです。唯一違うのは試薬の数が2つから1つに減らされていることです。解放1、低コストかつ低エリア。この解法はチュートリアルでやった安定化した水の解法と全く同じです。あの時は試薬が2つありましたが、エリアを2つするために1つしか使いませんでした。なので試薬が1つに減っても全く影響がありません。解法2、早い解き方。
この解き方もチュートリアルと似ていますが、試薬を結合グリフに載せる部分だけ異なります。試薬が1つしかない場合、反乱射型アーム2つを使うよりも普通のアーム2つを使う方が早いです。掴むと離すの同時動作が重要です。結合した後、石灰化して納品します。この部分はチュートリアルと同じです。第4問、防水風刺剤。ヴァン・タッセン家の商売の一つは海外との貿易です。防水風刺剤を作り、船を稼働できるようにしましょう。解法1、早い解き方。3つの原子をくの字型にくっつければ良いので、多重結合グリフを利用できます。多重結合グリフの3箇所に原子を置くために3つのアームを用いれば早いです。アーム3つを用いて、水、空気、空気の原子をほぼ同時に動かすよう役割分担し、効率的に多重結合グリフの上に載せます。結合したものを4つ目のアームで納品します。これで無駄のない動きになります。解法2、低エリアな解き方。最小構成は多重結合ではない2マスの方の結合グリフと試薬2つ、成果物置き場、それからアーム1つで合計8マスです。アーム1つの周囲6マスに配置しようとすると1マスはみ出てしまうので、はみ出た試薬はピストンを1回伸ばして届く場所に置きます。多重結合グリフではなくても2回に分けて結合すれば、3原子をくの字型にくっつけることができます。解法3、低コストな解き方。先ほどの解き方ではピストンを用いています。代わりにアームを用いれば10ゴールド安くなります。アームは伸縮ができないため、アームの周囲1マスのみを可動範囲とします。すべての部品が周囲1マスに収まるわけではありませんが、生成物置き場を回転させて外側に向ければ問題ありません。アームのピボット機能で外側に向けて納品できます。